はい、こんな感じで。じゃあ、マリオリノリさんリースです。はっ、エプロン着るの忘れました。まあじゃあちょっともうエプロン着ながらやろうかな、今日は。ということでですね、今回はですね、至高のですね、納豆パスタ。納豆パスタって皆さん、食べる方食べるけど、食べない方全然食べないんじゃないかなっていうぐらい、知るぞぞ知るっていう食べ方なのかなと思うんですけども、これね、もう僕が最高にうまい納豆パスタこの間作っちゃったんで、過去一ですね、納豆パスタ。しかもね、材料めっちゃ少なくて済むんですよ。マジ楽なのに、パスタ専門店レベルでうまいです。はい。なんで、今回は至高の納豆パスタやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきたいと思います。まずパスタ、5分茹での僕いつも使ってるのママです。はい。今回はね、至高のペペロンチーノと同じように一つの鍋だけでやっていくので、ママみたいなテフロン台数製法の麺のがいいです。はい。テフロン台数ってツルツルのやつね。これがね、表面ザラザラのやつだとかなりね、海苔っぽくなっちゃうんですよね。小麦粉が溶けてすぎて。なんでできればママとかね、あとまあバリラでも美味しいです。はい。バリラとかのツルツルのパスタ使ってください。はい。あと納豆、これ岡部納豆ですね。僕がいつも使ってる小粒、もしくは引き割りでも美味しいです。パスタによりよく絡んだ方がいいっていう方は引き割りを使っていただいてもいいですけど、まあ小粒の方がみんな買うと思うので小粒ね。であとバター、あと小ネギ、あと調味料は概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてみてください。まあ一応言っとくと、醤油、味の素、塩、あと海苔だけです。はい。それではですね、今回至高の納豆パスタをやっていくために、何が必要かっていうと、やっぱですね、自らを至高にしていくことが大事です。テンションを上げないと。もう虚無シリーズ見ましたか？小木だねおっさんがやってるやつ。なんなんだもんね。もうテンション低すぎてね、誰もチャンネル登録してくんないんですよ。だからもうこうやってテンション上げてってね、ガンガンやっていきたい、いかないといけないと思いまして。じゃあもうガンガンやっていくぞ。ガンガン。あ、ダバダヒブリにしようかな。ダバダヒブリ、なんかちょっとマサルさんを思い出す。すごいよマサルさん。ということで、自ら思考にしていきます。テンション上げてるぞー。おーくー。ということでやっていきたいと思います。はい。じゃあ今日はね、包丁で切るもんなんもないので、はい、ネギがね、こういうパックのネギじゃない方はネギだけ切っといてくださいね。長ネギでもいいですよ。で、まずフライパンに320cc 入れていきます。まず沸かします。この鍋はちっちゃい鍋にしてくださいね、これね。はい。ちっちゃい鍋の方が水かさが増してですね、より効率よく麺が茹だることができますんで、1人前だとこれぐらいの鍋、2人前作るんであればもうちょっと大きめの鍋で、水少し減らしてください、2倍量より。こういうね、なんか一緒に煮込むパスタ、僕ペペロンチーノもやったんですけども、2倍量とか3倍量とか作るの時は水をね、結構減らしてください。なんでかっていうと、水は多くなってんのにこの火の火力は変わらないじゃないですか。なんで沸かすお湯が少なければ少ないほど早く蒸発するんで、ということなんです。今回はリゾッタータっていう手法をしていきますね。はい。麺と一緒に煮る、だから深い鍋で煮るんではなくて、一緒に麺をこの鍋で一つで茹でていく。で、茹だった後にはもう水気ほとんど残ってないっていう状態にしていきますね。煮汁がすっごく麺に絡むんで、すごく濃厚になります。そして、今回納豆小粒じゃないですか。小粒納豆とパスタを絡ませる時に、このトロッとした煮汁が納豆と絡み合ってめちゃくちゃいいハーモニーを出すんですよ。もうこれでやってください。はい。別鍋で茹でないでくださいね、至高の納豆パスタ。この茹で方でやるんですよ。で、じゃあ沸いてきましたね。沸いてきたらここに味付けしていくんですけども、普通パスタ茹でるとき塩入れるじゃないですか。この至高の納豆パスタは塩も入れるんですけど、少し醤油です。塩分の代わりに、塩の代わりに醤油を小さじ2杯入れます。これ非常に重要です。塩もね、ちょっと入れます、ひとつまみぐらい。はい。で、これをなんで入れるかっていうと、パスタを煮込んでいくときに、パスタ自体にこの醤油の味が絡むんですよね。なので、どんどんこの、醤油液で茹でていくことによって、パスタに確かな味がつきます。ここに、醤油だけだと旨味が足りないので、グルタミン酸、味の素ですね、4振りします。はい。このね、だし醤油の汁みたいなもので煮ていくんですね。で、中火にしていただいて、沸いたら中火にしていただいて、こんな感じでねじった後に、こんな感じでね、押しながら、そうするとどういうことになるかっていうと、どんどんですね、先端が柔らかくなってって、ちっちゃい鍋だと先っぽがね、全部入んないんですよ。でぐーっとしていくと、はい、こんな感じでまとまります。はい。
そうなっちゃったらもうこうやって全部入れて、でこれで煮ていきます。で大体このパスタの茹で時間の5分なんで、5分目指して中火で煮ていきます。でこれ煮方が分かんないっていう方もいるんでね、1分ごとにね解説しながらやっていきます。まず1分ね、これで茹でていきます。要は最終的には5分後に煮汁がなくなってる状態を作り出します。これでパスタから出る小麦粉が全部この煮汁に行きます。なんで、出来上がったパスタはものすごいね、もう醤油のソースがすっごいとろっと絡まった最高の極上の和風パスタになってます。そしたらもう煮てってる間にこれね、納豆ね、付属のタレとからし入れて混ぜといてください。まあこれはみんな食べてるからわかるでしょ。普通に混ぜるんですよ。あとよく混ぜといてくださいね。はい、あとでパスタに乗っけますから。今回ね、付属のタレもねしっかり使っていきますよ。はい、じゃあもう納豆の下ごしらえは終わりで、まあ1分経ったかな。1分経ったら麺はねこうやって柔らかくなってって、場合によってはなんか汁多いなと思ったらこれ煮詰めてください。で汁少ないなと思ったら水足していいんでね、5分後にちょうど煮汁がいい感じになくなるぐらいまで茹でていきます。これはねもうね、あのお使いのコンロによってね火力とかも違うし、あのフライパンの材質とかでも違ってくるんでね。でも大体5分ぐらい、ちょっと強めの中火で5分ぐらいで、大体この煮汁がなくなるはずです。パスタってね、茹で上がりの直前で急激にこの水分を吸っていくんで、このね水分を吸わせて煮汁を濃くするっていうのが非常に大事なんです。でしかも洗い物普段より少ないでしょ、ね、フライパン使わないですからねこれね。はい、鍋1個でできますよ、ワンパンです。であと1分半なんですけども、これねちょっとやっぱ煮汁が今回多かったんで、1分半ぐらいからちょっとね強火にしていきます。水分なくなったら水足しちゃえばいいだけの話なんで、はい、そんな難しく考える必要はありません。全体がゆだるようにやってくださいねこれね。あと残り1分ですね。今ねかなり強めの火にしてます。僕はい、じゃあね5分経ったのがこちらです。煮汁もうほとんどないですね、見てください。これ煮汁ほぼないですね。はい、大体ね本当に大さじ1ぐらい、大さじ1か2ぐらい残るぐらいですね。なったらバターをバターと入れます。はい、これで混ぜていきます。バターと納豆って非常に相性がいいんでね、はい、バター醤油の、パスタを作っていきます。で全体混ぜて、はい、もうそしたらねこれねほぼ完成。煮汁の感じわかります、ほとんどないですねこれね。でも煮汁が濃くて麺に全部絡まってます。そしたらここに全部入れる。そしたら醤油パスタできましたね。でここに納豆かけていきます。まあ、よくね納豆かけるとね納豆菌が死んじゃうっていう方いらっしゃいますけど、それは間違いですね。納豆菌は生きてます。納豆キナーゼっていう酵素が死ぬんですね。酵素が一つだけ死ぬだけなんで、納豆は他にたくさん栄養素があるんで、いろんなバリエーションを持って納豆は納豆自体を食べた方がいいです。はい、日本人はもったいない精神がすごくあるんでね、熱絶対通しちゃダメみたいな感じの方いるんですけども、野菜も茹でれば栄養素なくなります。なんで僕はいろんな調理法で納豆は食べてった方がいいと思います。で納豆かけたらもう最後にこれね、海苔も、まあ、好きなだけかけてください。はい、もう最初パラッと、あとでねお祈りしてもいいんでね。もう簡単でしょこれ。はい、至高の納豆パスタ完成でございます。はい、それではできました。いただきます。これね全部絡めてくださいよ、全部絡めて。あー、うまそうですねこれ、最高だ。もうね出来上がって匂いで分かると思います皆さん、美味しいのが。はい、いただきます。うまっ、間違いなく僕の中で最強の納豆パスタです。バター醤油のねソースが絡まったこの麺が非常にこの納豆と合いますね。でこの納豆がねすっごく麺に絡まるんですよ。これはあの小麦が溶け出した茹で汁がですね全体をまとめ上げてくれてるから一体感があるんですね。うまい。海苔はねもっとかけてもいいですね、好みですけども、バーッとかけちゃっていいですか。はい、これは達也だな、納豆大好き人間。はい、乾杯。よし、乾杯。もうちょっと、じゃあ納豆大好き人間召し上がってください。ありがとうございます、いただきます。はい、いただきます。じゃあ召し上がってください。優勝です。うまいだろ。これやばいね。これうまいでしょ。うまい。パスタだからその、うん、バター絡めるとね。うん、で醤油ベースのあの和風パスタに
ただただ納豆のっけただけなんだけど、いやバターのこのなんて言うんだろう、コクみたいなのもあるし、最初醤油入れて、その後この納豆にも醤油入ってたから、まあタレか、濃いのかなと思ったんだけど、めちゃくちゃうまい。ちょうどいいでしょ。ちょうどいい。ちょうどいいな。これね、納豆のタレだけだとね、ちょっとあのパンチが効かなかったりとか、調和が取れてなかったりするんだけど、これうまいでしょ。これうまいのよ。納豆パスタこれ。うまっ。俺もうこれ作った時に震えた。これすごい。これはうまいと。ちょっとね、ブラックペッパー少し振ってください。おー、うまい。ブラックペッパーうまいね。うまっ。うまい。本当においしい。本当にうまいこれ。味が完璧。最高です、本当に。これはもう絶対家でやるわ。ワンパンで作れる。ワンパンで作れるし。ワンパンで作れるから。確かに、もう最高。喜び方がもう全然違う。本当に美味しいっす。イエーイ。ありがとうございます。お疲れ様でした。ちゃんと作ってください。はい。はい、ということでですね。まあ、僕のパスタランキングの中ではかなり上位に来ましたね。それぐらい美味しい納豆パスタなんで、まあもうね、これね、いつもご飯で食べてる方が大半だと思うんですけども、納豆パスタのこの可能性、もう絶対に知っていただきたい。これね、2食に1回がこの納豆パスタになりますよ。納豆が大好きな皆さん、なのでぜひこちら試してみてください。すごいよ、まさるさん。カスタマイズマイナーって分からんね。分かる。マイナーじゃねえよ。俺と同い年のやつはみんな知ってるよ。絶対知ってる。みんなジャガーさんかもしんねえけど、俺はまさるさんなんだ。セクシーコマンドなんだ。